まずはじめにここに一つのバスタブがあります。このバスタブ容器が表すものは、日本全体のものを生産しサービスを届ける力、総供給力です。このバスタブが大きければ大きいほど、あれが欲しい、これが食べたい、こういうサービスを受けたいという日本全体の需要、あるいは海外からの需要に応えられる能力も比例して高くなることを意味します。そしてバスタブに溜められた水こそが、私たち国民が日常生活で共有する実体経済を行き交うお金の総量であり、溜まった水が少なければ少ないほどに日本全体の需要は下がっていき、不景気になっていくことになります。当然ですよね。一人一人の持ち金が少ないのに、積極的に物が買われたり、積極的に有料サービスが利用されたり、積極的に子供を産もうと思う人などどこにもいません。この水の中では、国民が物やサービスを生産し、物やサービスに対する支出が行われ、支出されたお金が所得として戻ることを繰り返す経済活動の循環が行われることになります。この生産、支出、所得は必ず同じ数字になることを GDP 三面等価の原則と呼び、日々ニュースで耳にする GDP 国内総生産とは、生産の合計であり、支出の合計であり、所得の合計でもあります。つまりは、皆さんが何かに使ったお金は消えるわけではなく、人から人へと移動しているだけなので、消費という言い方は本来は適切な言い方ではないんですね。大事なことは、水が少ないことに加えて、水が波風立たない湖面のように停滞していては、実体経済の循環が起こることはなく、循環なくして GDP が伸びることもありません。そして水の量を増やすことと同時に、水中に循環を起こすことを同時にできる存在こそが政府です。政府は蛇口をひねるくらいの労力、パソコンのキーボードをタッチするだけの労力で簡単に水をバスタブに注ぐことができます。このプロセスを経済用語的にも真水の投入、新規国債の発行と呼びますが、こういう話をすると多くの人は、これ以上政府が借金をしたら財政破綻するんじゃないか、そう言います。なぜなら、大人も子供も国の借金1000兆円、国民1人当たり800万円の借金といった話をテレビ、新聞から刷り込まれ続けてきて、多くの学者や専門家までもがすでに学問として破綻している経済学の教育から、誤った経済学を刷り込まれ続け、あるいは保身のために分かってて見て見ぬふりをしてきているからです。ですが、真実は違います。日本円で借金をし、日本円を発行する、自国通貨で借金をし、自国通貨を発行することができる国が財政破綻などすることがないことは、財務省もケネディ大統領も元 FRB 議長のグリーンスパン、バーナンキも投資の神様ウォーレン・バフェットも認めている事実です。そして、実際のバスタブに蛇口から水が注がれるとき、水が大きく波打ち、水中に循環が起きるのと同時に、真水の投入は実体経済を刺激することも同時にすることができ、事実一律10万円給付という真水の投入は、コロナ禍の国民の消費行動をわずかながらも刺激しました。
さらにはこのバスタブには実はジェット機能がついております。どういう時にジェット機能が稼働するのかといえば、政府が10年間の毎月一律10万円の給付を決定する、徹底して公務員を増やして公共サービスを拡大し、何度社会で失敗してもやり直せるセーフティーネットを徹底することを国民に知らせるといった未来への明るい見通しを国民に提示することは、ジェット機能のスイッチをオンにすることを意味します。内部留保を溜め込んだ企業は投資したくなる意欲に駆られ、個人は今まで買えなかったものや金銭面で断念していた挑戦できなかったことに挑戦したくなる意欲に駆られることでしょう。とはいえ、ジェットバスのお風呂に入ったことがある方ならご存知の通り、ジェットの吹き出し口は浴槽側面の真ん中くらいのところに位置します。ジェット機能で水の循環に勢いをつけるためには、吹き出し口より高い水かさ、実体経済を循環するそれだけのお金の総量が必要で、ジェット吹き出し口にすら届かないお尻の穴が浸かる程度の水かさの状態が20年以上続いているのが現在の日本なのです。ではどこまでも際限なくお金をバスタブに注ぎ続けてもいいのかというと、そうではありません。ちゃんとここまでなら注いでもいいよという上限があります。バスタブという名の日本の総供給力が需要に追いつく範囲、バスタブから水があふれないところまでが水を注げる限界、インフレターゲット、インフレ率 2% と呼ばれている上限です。つまりはバスタブの上の方まで肩が浸かるくらいの水が溜まった状態にせずして、満足な需要が起こるはずもなく、デフレ脱却もしくはインフレになることなど、どう逆立ちしたってありえないことなのです。にもかかわらずです、20年以上もお尻の穴しか水に浸からないような水量しかバスタブに水を溜めてこなかったがために、皆さんが受け取る給与や銀行預金を悲惨な状況にしてきたのが1997年以降の日本の政治です。バスタブ一杯に蛇口をひねる、ただそれだけの労力を20年以上してこなかったがために、日本は衰退を続け、人口が減り続け、たくさんの中小零細企業が潰れ、たくさんの人が自殺に追い込まれ、芸能人のスキャンダルをカモフラージュに政治家や官僚が成してきたあまりに巨大な罪を通過していく、様々なとんでも法案を9割以上の国民が見過ごしてしまっている、そんなことを我が国はずっと続けてきました。この水不足状態であることイコールデフレと言っても過言ではなく、20年以上デフレの先進国は世界中で日本だけしかないという状況で、それはもうグラフ化できないほどの悲惨な経済成長であり、そうなるのも当然の結果です。バスタブに貯められたお金は国民全員で共有し、血液が体内を巡るように人から人へと循環していくものですから、お金の総量が少なければ当然ながら一人一人に行き渡るお金は少なくなります。一人一人が持つお金が少ないということは、一人一人が使えるお金が少なくなるということです。一人一人が使えるお金が少ないということは、企業の儲けは少なくなることを意味し、銀行にお金を借り設備投資や人材投資する企業もなくなっていくことを意味します。当然企業が個人に渡せる給与は減っていくことになり、
ますます一人一人が使えるお金は減っていくことになります。企業は正規社員を雇う余力を失っていき、非正規雇用に頼らざるを得なくなります。非正規労働者や移民を斡旋する大企業だけが栄え、やがては国民の給与水準は非正規、移民労働者と同等にまで下げられることになります。そしてこのバスタブの排水口、この排水口の役割のお話は初めて耳にする方はおそらく一度耳にしただけでは受け入れがたい、ある意味ショッキングな内容かもしれません。テレビでも新聞でも一切伝えられることがない内容なので、僕も最初は耳を疑いました。実はこの排水口から水を抜くプロセスこそが徴税そのものであり、私たち国民が政府に対して支払い続けている税金なのです。政府はちょろちょろという小便小僧程度の貧相な放水しかしていないにもかかわらず、排水口から抜く水の量を消費税で言うなら 3%、5%、8%、10% というふうに増やされてきていること、国保も値上げされ、国民年金の支払い額も年々増額され、東日本大震災後の復興税では被災者にまで徴税を強制してきたこと、コロナによる補償によって今後さらなる増税がなされていく方針が固められようとしていることなど、他にもまだまだ社会保障などの財源確保を理由に増税された税制がありますが、今回の排水口のお話はそれらすべての税金に対する私たち国民の常識が土台から壊れてしまうお話です。要するに今の日本で起きていることは、水を注ぐ量を抑制し続けているにもかかわらず排水口から抜く水の量を増やし続けているということで、上からも下からも疫病騒動からも売国政策からも四方八方から日本国民は真綿でじわじわと苦しめられ続けている、そんな状況なのです。極端な話をすれば、バスタブの水が溢れない限りはそもそもの税金を取る必要性がないという事実をぜひとも知って帰ってください。厳密には無税国家にはできない理由があるのですが、実体経済においてデフレであることなどお構いなしに、光熱費や物やサービスの値段を値上げせざるを得ないほどに税金を取らなければならない必要性がそもそもないのです。事実、10万円の一律給付金も公共事業も社会福祉に使うために必要だとプロパガンダされている消費税も公務員の給与さえも税金ではなく蛇口の真水から支払われております。このことをスペンディングファースト、はじめに支払いありきと呼びます。怠惰な公務員によく使われる税金泥棒という非難の言葉は実は正しくなかったということですね。驚くべきことに、経済評論家の三橋貴明さん曰く、税金は集めた税金を財源に様々な公共事業をしているかのように見せかけるためかどうかは分かりませんが、でもそうとでも言いたくなってしまうような、単に先に支払ったお金の帳尻合わせをしているだけの役割ということが事の真相のようなのです。税金の役目は他にもあります。景気の熱が高まり水が溢れそうになった時には排水口の穴を大きくする役割、バスタブの水が少ない時には排水口の穴を小さくする役割、国内に
円という単位の通貨を流通させるための役割。これが無税国家にはできない理由ですね。そして国民の行動を制限する役割。タバコを吸う人を減らしたければタバコ税をかけるとか、消費する意欲を低下させ、低所得者であればあるほど負担がのしかかる消費税や、レジ袋有料化もレジでの遅延やストレスを生み、消費意欲を低下させるだけの誰得税ですね。ちなみにレジ袋有料化は環境問題に配慮された政策というのは真っ赤な嘘で、日本バイオプラスチック協会とおなじみのこの方々が関わる利権政策であることが判明しております。そして税金には何より大事な役目、格差を是正するための役割、所得を再分配する役割があるのですが、現在はそのどちらもが機能していない状態だと言えます。そりゃそうです。経済的強者、金融ビジネスに勤しむ者たちや不労所得者たちをこそ優遇した税金の取り方がなされてきているからですね。本来なら排水口の穴は所得が多い人ほど大きい穴を、所得が少ない人には小さい穴になるよう徹底整備されなければならず、このことを累進性と呼びますが、内実は非正規雇用者促進税であるのと同時に、累進性の逆をやっている代表格こそが悪税の枢軸である消費税。1億円以上の所得者はなぜか累進がストップしてしまう所得税。ちなみに所得税の最高税率が 45% プラス住民税であるのに対し、上場企業株式の配当金にかかる最高税率が半分以下の約 20%、 しかも住民税を含みます。さらに驚くべきことに、1997年以降、資本金10億円以上の大企業であっても売上、人件費、投資は全く増えていない。にもかかわらず、本業とは関係ない財務力での収益である経常利益は3倍、配当金は 6.2 倍に膨れ上がっているという恐ろしい現状もあります。大企業はデフレの中で存続していくため、設備投資、技術投資や人件費を抑制し、生産性が低い状況を据え置き、無理やりに利益を拡大し、株主たちに配当金を報いることをせざるを得ない状況にあるんですね。この株主への巨額な配当金を下支えしている税政策が、実は法人税の減税であり、このデータの通り、法人税の減税と消費税の増税とが表裏一体の関係であるということは、国内外の株主たちに巨額の配当金を日々報いることをしている末端にいる私たち国民という現実が見えてきてしまうんですね。そしてもう一つ大事なことが、このバスタブは物質ではなく国家全体の総供給力であるだけに、大きくなったり小さくなったり成長もし衰退もします。ではどういう時に大きくなるのかはこれまで説明してまいりましたが、逆にバスタブが小さくなってしまうパターンはその逆のこと。つまりは現状の日本がまさにバスタブ縮小の途上であり、歴史を振り返ればバスタブに亀裂が入ること、あるいは半壊し水が流れ出てしまうという大惨事も数々起きています。それこそが戦争であり、災害であり、疫病騒動ですね。生産設備やインフラがストップし、働ける人口が減ってしまった、
総供給力の壊滅状態にあるとき、そんなとき、バスタブから溢れ出したお金は紙切れ同然、ハイパーインフレーションを招くことになります。バスタブ縮小途上の現状にあって、生き残るのはこのままでは、組織票で政権維持に貢献する政権がお金や仕事を横流しする企業や、政権が描く今後の社会設計に沿った技術やサービスを担う企業、IT ビジネスやプラットフォームビジネスで成功する企業だけ、引き継がれていくはずだった技術や設備、伝統やノウハウ、個々の企業の独創性は消えてなくなっていき、どの地方、どの駅に出向いても同じような店が並んでいるような状況がさらに拡大することになっていきます。こんな状況の今、応急的に日本を救う手立ては蛇口を目いっぱいひねる、消費税という排水口に栓をする、たったのこの2つのことだけです。最後にもう一つ恐るべきことがあります。現パソナグループ会長であり、こんな日本を作り上げた中心人物であり、今なお政界に影響を及ぼす国民の難敵であり、今だけ金だけ自分だけ人生を地で行く竹中平蔵元経済財政担当大臣が骨太の方針2001に導入したことから始まったプライマリーバランス黒字化目標は、バスタブの水かさをできるだけ低い位置で保っていきましょうという、ギリシャ、アルゼンチンを財政破綻に追い込んだ社会悪の権化のような制約で、言ってみればこれは水を出すことを節約しましょう、経済的弱者の排水口の穴を広げていきましょうという制約であり、この制約を取っ払わない限り、目いっぱい蛇口をひねることも、消費税の栓をすることも、この先国家が滅ぶまで、あるいは他国に売り渡されるまで、なされないとまで言われております。なぜなら、政府の収支における黒字を目指すということは、国民の収支における赤字を目指す、国民の所得を減らし続ける、バスタブ縮小を推進すると言ってるのに等しいからです。ぜひとも無駄を削減する、公務員を減らす、自助・共助を強調する論調に騙されないよう気をつけてください。そのほとんどが公助削減、真水削減の口実です。2020年の骨太の方針には、この PB 黒字化目標が入らなかったということで一安心かと思いきや、内閣府が7月31日に提出した中長期の経済財政に関する試算には、2025年までには無理そうだけど2029年までには黒字化できそうだということが記されています。国民殺しのプライマリーバランス黒字化目標は全く効果を失っていないわけですね。さて、政治経済に興味がない一般大衆に知ってもらうためには、とりあえずはこのくらいの知識、あるいは蛇口や排水口の役割だけ知ってもらえれば十分ではないでしょうか。これ以上難しく複雑にしてしまうなら、どうしたって広まらないのではと僕は思うのです。とはいえ、繰り返しになって申し訳ないのですが、厳密さがいらないというわけではなく、間違いを正す厳密さを追求できる公益的信念や才能を持った人材は必要です。そうじゃないと、専門的に戦える人間や権力に飼いならされた御用学者と戦える人材がいなくなってしまうからですね。なのですが、
政治経済に何の興味も関心もない身近な隣人に気軽に口頭で伝えたり、選挙に行かないとこの先まずいことになりそうだという意識を持ってもらうためには、ケインズの言葉、厳密に間違うよりも曖昧に正しい方がいいというバランス感覚が有効だと思うこの頃です。